か。忘れてましたね、このやつ。ここめっちゃこだわってたところなのに。いや、でもあの似たようなあるんですよね。歩きながら10、あのピザかなと思ったら10だっていう。こう寝ながらやってたんですね、この時は。いや、でも重要ですね。あの、いや、V コンを作って、で、あ、だったらこういうのもできるね、ああいうのもできるねって生まれてくるじゃないですか。だからまず、ネタ出しの話し合いして、うん、ざっくりの絵コンテ作って、うん、で、V コン撮影でしたもんね、うん。で、その場で変更変更しながら。そうですね。ここまでもうね、ゼロから始まったのは初めてですね。これ以降、カプコンでもビデオコンテっていうのが一般的に、そのゲーム制作の手法として、あ、もうこれじゃないと無理だねみたいな感じになりました、うん。ビデオコンテって名前すらそれまで知らなかったですから、まあ、作品の内容も変わってきてるんですよね。あの昔と違ってやっぱりあの CG が前提であっての作品っていうのが増えてきたんで、なんであの僕たちもそのアクソのビデオコンテを撮るときにやっぱ合成だったりエフェクトっていうのは必ず入ってくるんですよ。なんであの、まあ、この当時もなんとなくな合成はやってましたけど、今はまたさらにそこに細かいエフェクトをつけてますね。つけることによって、まあ、それをじゃあ今度あの実際撮影するときにこれは CG の方がいいか、もしくはこれを現場でやった方がいいのかっていう判断もできるし、まあ、どこにお金をかけてかけない方がいいかっていう判断もできるんで、そういう意味ではそうですね、あの編集も、まあ、内容ですね、内容も編集の内容も変わってきてますね。あの昔と比べるともう全然そうですね、想像できるようにはなりましたね。なんでそういう面ではそのいつもさんとかやるときって、あの僕が現場で思ってること以上には必ずなってるんで、ありがたいですね。でもやっぱあの時代とともにその、ね、やっぱお客さんが求めるものってまた変わってきていて、あとはその技術の進化ですよね。やっぱ10年ぐらい前っていうのはやっぱ CG がねこう急成長した部分もあって、で徐々にこうフル CG、 ただフル CG に飽きてきた今度お客さんが出てくるんで、今ハリウッド映画って基本その実写プラスまあ、CG っていうのが増えてきてますよね。それと同時にその実写なのか CG なのかも区別がつかないぐらいのクオリティの、まあフル CG のシーンが増えてきたりしていて、でも結局はあれなんですよね、人間ってやっぱりその映画のその絵の中の空気感って感じてしまうんで、全てがフル CG になってしまうとどこか冷めた感じに思えてしまう、熱が伝わってこないっていう部分があるんで、そういう意味ではこう何ですかね、発展と同時にまたこう昔のやり方に戻ってくるのかなっていうのも少し感じますね。デビル4はまだあのプレイステーション3の初期の作品の、まあ、今回、バージョンアップ版なんで、まあ、見た目ゲーム画面なんですけど、これからゲームもそのさっきのフル CG の実写と見分けがつかない絵にどんどんなっていく中で、いかにその不気味の谷みたいなのを乗り越えていくかみたいなところと、でも実写ではできないところっていうのがちょっとね難しく悩みどころ、これ10年前って言ってましたけど、うん、その時生まれた子供たちがもう10歳でゲームやってそうなんですね、だからもう見て 育って見てきてるものが全然違うんで、そうなんですよ、うん、なので当たり前になってるんですよね。そんな人たちにもう振り向いてもらえるようなものを作っていかないとダメだなと今思ってます、まあ、少し前の作品を、まあ、今回、手を入れられるだけ入れて、まあ、新しい楽しい、シーンであるとか、もちろんプレイヤーキャラも足してすごく楽しめる作品にしましたので、皆さんぜひ楽しんでみてください。よろしくお願いします。そうですね、まあ、今回新たに、シーンが追加されたりもしてますが、もちろんそのデビルのファンの方も新たにデビルをこう体験する方も楽しめる、ゲームになっていると思いますのでよろしくお願いします。